西市内の話題を毎週更新でお届けする知っとく週刊湖西。今週は湖西市内をぶらっと旅するぶら旅湖西をお届けします。今回は今井リポーターが新入社員の渡辺くんとうなぽんに関連するイベントを回りました。こんにちは、ウィンディーの今井あつさです。今日は何をするか全く分かっていません。ただ心強いことに仲間がいます。今日は呼んでもいいですか？はい、はい、おいで。皆さんはじめまして。5月から湖西営業所に配属になりました新入社員の渡辺武弘と申します。よろしくお願いします。かわいすぎる、あ、かわいい。2000年生まれ、22歳です。若いね。2000年生まれですってすごいですね。あ、やっと2000年生まれの子が働くような時代になったんですね。そうなんですよ。さっきね、モンスター飲んでたんですよ。なんかおじいちゃんみたいに飲んでてモンスターこんな穏やかに飲む人いるんだと思って、アイドル性を感じるよ。そうですか。うん、私は今日は渡辺くんのマネージャーとして、おー、いいよと思ってて、はい、頑張ろうね。頑張ります。デビュー戦だから、はい、指ハートちょうだい、カメラに。えい、かわいい。あ、こっちだった。全然カメラ見てなかったです。ういういしいですね。とってもいいですね。何するか分かってないけどね。そうですね、うん、とりあえず行ってみましょうか。はい、はい、行ってみましょう。かわいいから行って。かわいすぎる。今日はうなぽんと巡る家康ゆかりの地缶バッジラリーっていうのを回りたいと思います。缶バッジ、なんか違う種類の集められるってことですか？1施設につき1個バッジがもらえるっていうところで、で、全部で4つ回ります。うん、で、4つ回った人にはコンプリートバッジというのがもらえるらしいです。おお、イエーイ。なので最初まず御宿しらすかってところに行きます。御宿しらすか、恥ずかしながらまだ行ったことがないのですが、どんな場所ですか？はい、私も行ったことがない。全然行ったことないですね。渡辺くん、趣味は？趣味はゲームと寝ることですね。おお、いいね。インドア極めてるね。ドインキャです。ドインキャ。どんなところがドインキャだと思う？普通にネクラなんですよね、なんか。聞きましたか、皆さん。大丈夫、でも私今日マネージャーなんで、はい、もうキラキラ輝けるように お願いします。ここかな。あ、ここですね。着いた着いた着いた、イエーイ。ちょっとテンションが着きました。イエーイ。最初飛んでないんだよね。そうですね。どういつ飛んだんだろうね。御宿白須賀、歴史にまつわる施設ということで、はいはい、まず缶バッジの台紙をもらえるみたいなので、うん、行ってみましょうか。行ってみましょう。はい、え、違うか。すごい。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。お願いします。うなぽんの缶バッジラリーの台紙をいただけると聞いたんですけど、ありがとうございます。まあ、これがここの、はい、しおり坂の缶バッジで、うんうん、で一応ここ家に来るとこれ2つもらえて、はい、しおり坂、しおり坂って書いてある。かわいいですね、なんか、ね、ちょっと坂の感じはあんまり出てない。グッドグッドキュートキュート、エレガント。え、これはなんか丸々丸丸が武田勝頼を滅ぼして尾張に帰る途中、家康が塩見坂に茶亭を新築し盛大にもてなしたと言われています。東海道屈指の景勝地としても知られていました。すごい難しい漢字いっぱいだったけど読めた。武田とね、はい、戦って勝って、まあ、戻る時に答え言ってしまったから、うん、
をもてなしたって。ここの丸々に入るのは説明が書いてある。ああ、本当だ。東海道屈指の景勝地として数々の紀行文などにその風景が記されており、ここにね、缶バッジもらいに来るときに、はい、まあ、この資料を見ると、その答えが分かるっていうような感じになってるんだよね。ここも徳川家康ゆかりの地なんですね。缶バッジ自体がね、まあ、その関係でこう、ゆかりのとこを選んでやってる。うなぽんの缶バッジもらえるだけじゃなくて、徳川家康ゆかりの地も巡れますよっていう、狙いみたいなね。昔、まあ、坂の下の方に宿場とかね、いろんなやっぱり住む住居があったんだけど、津波で全部早くやられちゃって、ここ発掘調査をして、いろんなのが出てきてね、そういうのがやっぱり、すごい。かここに来たら古材の歴史も知ることができるわけです。まあ、古材というこの海側のね、白塚宿の、いろいろこういう資料を展示してありますよって、一応市の施設になる。急だわこれは。あ、もう行っちゃっていいんだ。渡辺くんどうでしたか？はい、塩見坂とか白須賀の歴史がいっぱい知れてためになりましたね。いいよ。ためになったね。なんかうなぽんの缶バッジも予想通りというか本当に可愛くて、なんかやっぱちょこんとそのいろんな名所にいるのがすごい可愛いから。そうですね。ね、これはコンプリートしたよね。欲が出ちゃいます。コンプリート欲が。ね、欲出ちゃうよね。はい。はい、看板が見えましたね。工事。本工事。それまだ。本工事にやってきました。こんな立派な。お寺がここですることは、家康のゆかりの地湖西市の旗と門が映るように撮影しするです。するです。タラちゃんみたいに。いや、行きましょうか。で、はい、この門っていうのが向こうにあるみたいなんですよ。とりあえずじゃあ先まで行ってみましょうね。行きましょう。レッツゴー。ゴー。イエイ。ゴー。いや、ものすごく広くないですよね。すごいね。すごいな。なんて立派なお寺なんだ。あ、ありましたよ。ここではないですか？もしかして。お、ほんとだ。なんて書いてある？家康、徳川家康公ゆかりの地、湖西市。ここで写真を撮ってくださいってことですよね、きっと。多分そういうことですよね。奥書院、元三河の国吉田城内にあった建物で。あ、建物をここに、そういうことか。多分ここの建築物が徳川家康にゆかりがあるのではないですか。そんな感じがします。そんな感じがするね、はい、そんなここで自撮りみたいな感じでいく。旗ね、微妙に写ってる。徳川家康ってところは写ってる。ちょっとちゃんとした1枚撮ってもらいましょうか。そうですね、はい、ますね。お願いします。はい、OK、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。めっちゃアタックチャンスじゃん。ここでやるポーズじゃない。こんにちは、はい、こんにちは、はい、こちらの、うなぽんと巡る、はい、家康世界中のゆかりの地の缶バッジラリーを、はい、こちらのうなぽんと巡る家康ゆかりの地缶バッジラリーをしに本興寺に来たんですけれども、本興寺とその家康のゆかりっていうのはその何かあるんですかね。あの、はい、
家康の、ね、側室って言いますよね、はいはい、何人か。その西の方への坪根っていうのがね、はい、あのここの住職と、うん、まあ兄弟だったっていう、蒲郡の、ね、あの宇都宮家っていうところの出身でね、うん、はい、ここのお寺っていうのはね、代々住職はね、そこの宇都宮家から来てたもんで、うん、そういう関係で、うん、あの江戸時代を優遇されたもんでね、うん、ここのお寺もね、葵の紋章を使ってもいいっていうか、何かの時はね、葵の紋を使いたい、うん、そんな感じでね、うん、この顔もね、あの江戸城であの将軍が変わるじゃんね、そのたんびにね、江戸城までこの朱印状をもらうんで行ったもん、ね、で将軍から直々にもらったもんで、うん、それでこんな立派な顔で江戸城まで行った、しかも徳川家の家紋が入っているこの籠で、あの奥書院とかを移築されたって聞いたんですけど、移築ってそのどのようにやられたんですかね。多分ね、僕は思うにはね、はい、あの城を改築するじゃんね、うん、なんで改築してその古い、まあ、立派に改築するもんで、はい、その時の古いそのね建物をねこうもらったんじゃない、うん、出身は神奈川から。神奈川から、うん、あらせっかくだから集合写真撮られちゃう集合写真撮りましょうよ本光寺さんはどうですか。こんなとこあるって知らなかった。結構、ね、長くね、三日日の方に来てたんだけど、うん、前に何度か来たけど、うん、最近は久しぶりで、そしたら随分変わりましたもんね、綺麗になって、うん、立派だよね。そうですよね、びっくりしました。門からさ、ずっとここまで来るのにさ、うん、で左右にあれがあるでしょ、こういう、あのなんとか行ってとか言って、屋敷があるでしょ、なかなかないよ、こんなくの本当に集合写真みたいになってきれいに整列しちゃった徳川家康にゆかりのあるところみたいなので、はい、ね、勉強になりますよね、うん、歴代のなんかお位牌をここでお祭りしてる、うん、なかなかないよね、あれだけね。ないですよ。一代初代からね。あの判断の顔がね、すごい難しい。判事の判ですね、うん。盛り上がっちゃった。なかなかのもんですよ。すみません。ありがとうございます。ありがとうございます。神奈川のお父さん、お墨付きの。できます。渡辺くん、はい、本光寺はどうでしたか。いやー、すんごい大きくて、うん、自然がいっぱいで、なんか、心が現れましたね。うん、わかるわかる、うん、なんか不思議なパワーのあるところだったよね。そうですね、うん、徳川家康にも本当にゆかりがあるところだったよね。ですね、うん、ただちょっと缶バッジはねまだもらえてないから、うん、ちょっとじらされてます、ね、じらされてるよね、はい、早く欲しいよねはい、着きました、はい、ここですね、うん、皆さん、新井関所にやってきました。ついに3つ目ですね。新井関所って結構有名なんですけど、僕は正直行った記憶がないんですよね。なんか教科書にも載ってるって聞いたんですけど、うん、行ったことないんですよね。楽しみです。じゃあ行ってみましょう。かわいい。かわいいから許す。行こう行こう。ここは缶バッジもらえるんだっけ。ここももらえないのかな。もらえない。そうですね。じゃあお話聞いてみますか。はい、はい、この新井関所っていうのは家康とどんなゆかりがあるんでしょうか。あそこに、あの外に関所、はい、建物、面板所っていう建物、うん、はい、あれが徳川家康が建てたって言われて、あの建てたのは大工さんですけど家康の時代の古才決めてくれた家康の時代の古才、このなんか巻物みたいなものが、うん、当時のものなんですかね、うん、うん、だと思うよ、ほら A60 年、古祭祀、本光寺像、うん、本光寺にあるんだ、うん、
人で勝手に納得してしまった。武田の信玄さんがお亡くなりになって、うん、それから家康と信長が連合して武田家に攻め入っちゃったみたいですね。うん、すごいね、うん、でもこれだけ古才にこの徳川家康にまつわる資料が残ってるっていうことがびっくりだよね、うん、そうですよね、ね、すごいよ、うん、知らなかった、うん、すいません、ありがとうございました。ありがとうございました。ラリーを一度中断しまして、湖西市新井支所にやってきました。今日はここでうなぽんの誕生日会が行われるということで楽しいですね。楽しみですね、はい、これを主催しているのがこの愛の和さんというグループだそうです。普段どういった活動をしているのかも含めてお話聞いてみたいと思います。そしてうなぽんといっぱい戯れましょうね。はい、頑張ります。頑張ります。こんにちは。こんにちは。チラシでございます。T シャツもあるんですね。そう、今回初めて見せてください。かわいい、お姉さんもかわいい。ありがとうございます。前出てもらってるんですよ。あ、そうなんです。そう、占いやってる。あ、占いを、はい、ミキティと申します。ミキティさん、はい、そうです。ミキティって言わないと。ミキティ、はい、ミキティ、はい、ありがとうございます。はい、お気をつけて。はい、いらっしゃいませ。はい、すごい、思ったよりすごい催し物がぎっしりですね。どう？すごい子供たちがいっぱいいますね。ね、子供たちのためのイベントなんだね、おそらく。いろいろ体験コーナーとかもあるわけだ。しっかり宣伝してもらいましたね。yeah. 頑張らないと。ありがたい。この後ここに集まってきてる子供たちとうなぽんがどうやらステージかな、一緒に踊るみたいなんですよ。今日のこの愛の輪っていうイベントはどういう目的をで開催されているものなんですかね。目的は大きな目的として
は子育て支援にちょっと皆さんに興味を持ってもらいたいというところと、どんどん湖西の魅力を発信していきたいなと思ってます。あとは湖西の地域の価値をもっともっと上げて、子どもたちも大人も地域にここに住んでいることにちょっと誇りを持ってもらいたいなと思います。湖西の魅力を発信するし、あとは親子で楽しめるしという、そして今日は湖西の今一番の魅力といえばうなぽん。そうですね、うなぽんですねお誕生日もうすぐですもんね。先ほどねお誕生日会したんですけど、5月31日の湖西の日がお誕生日ということで、毎年お誕生日お祝いできたらなぁなんてですね、恒例行事にしていきたいですよね。うなぽん可愛かったです。可愛かったですね。ねえ、本当にたまらんですよねこれ他にもいろいろなこう体験スペース、湖西にまつわるものとかたくさんあるみたいなので、はい、ちょっと回らせていただけたらと思います。お久しぶりです。飯田真希です。名前は渡辺武宏。竹ちゃんって呼んでください。今日はなんで来てくれたんですか？今日はうなぽんの缶バッチラリーをしながら、ちょっと誕生日会にだけお邪魔しようかなって感じで。そうなんですか？今後ろでね、ほらものづくり推進室さんが手作り缶バッチ作ってます。作ってくれてる。まさかここでも缶バッチが手に入る。そうなんですよ。オリジナルのやつとか自分で色を塗れるやつとか結構ね、いろいろ作れるんだよ。たけちゃん作ってて。はい、作っちゃう。ありがとうございます。この後も楽しんで。影山市長もなんと缶バッチを作成されたと。今日限定の日の限定です。はい、作っててください。いいですね。子どもたちが作ってこうオリジナルのものがここでは作れるってことですもんね。はい、イベントならではですね。そうです。世界に一つだけの缶バッチが出来上がります。あ、素敵。世界に一つだけの、はい、せーの、パン。いや、めっちゃうまいね超丁寧じゃないですか。頑張ります。待って、王子って書いてるじゃん。王子です。渡辺王子ね。はい、これから王子で行こうか、はい、ね、アイドルであり王子キャラで行こうか。はい、王子、うん、押していきます自分で王子書くって結構すごいよね渡辺。おお、かわいいですね。かわいいでしょう。はい、ちょっと渡辺にプレゼントしようと思って。おお、渡辺王子に。素晴らしい。まあ、愛する後輩にどうぞ。ありがとうございます。これもあげるんで。名刺交換とかこれくれんの？名刺交換は。ありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。よろしくお願いします。やってみますか。はい、はい、よいしょ。はい、そうもう一回、はい、あ、いったなと。はい、ててん。できましたね。はい、できました。私たちもつけさせていただいて、はい、ね、おしゃれになっちゃいました、ね、おしゃれになっちゃいましたね、はい、しかもうなぽんのオリジナルの缶バッチを作れるのはここだけっていうことで楽しめましたね。はい、子どもたち大興奮ですね。いいイベントだね。いいイベントですね。さて、お話はうなぽんのお誕生会から戻りまして、はい、次はどこに行きましょう？次は海湖館に行きます。これがこの缶バッチラリーの最終ステージなわけですね。うん、そうですね、うんうん、で今までもらえてなかった2箇所の缶バッチももらえると、うんうん、楽しみですね。楽しみ。焦らされてたからねそうですねはい、はい、着きました、海湖館。イエーイ、ついに最後の、はい、ついに最後になりました。うなぽんと巡る家康ゆかりの地缶バッチラリー。海湖館、はい、家康ゆかりあるかな。あるかな家康がなんか体験したりとか海湖館で、はい、っていうわけではないと思うんですけど、はい、ただゆかりはあるっていうことなので、うん、まあ、どんなゆかりがあるのかとか、はい、ちょっと聞きに行ってみますか。行ってみましょう。行きましょう。 Go! Go! 初海湖館、はい、こんにちは。缶バッチください。お願いします。ちょっと見せていただいてよろしいですか。はい、お願いします。これが缶バッチになりますので。はい。ね、ありがとうございます。ただ他は行って見えない。他はもう行ってきました、実は。あ、行ってきました。はい。あ、いいね。
アタックチャンスのやつとか。はい、拝見いたします。はい、これが本工事の。はい、ありがとうございます。こちらも太鼓館、こちらにお越しいただいたんですが、はい、これが太鼓館の缶バッジで、はい、でコンクリートなさいましたので、はい、大きいのが出ますけれども。おお、はい、すごい、コンクリート。コンクリート。イエイ、頑張ってね、今日。イエイ、やった。映せないので、ちょっと私たちだけこっそり見てもいいですか。せーの。おー、かっこいい、うん、かっこいい、結構意外でしたね。意外だった、かっこいい、はい、めっちゃかっこいい。これはね、絶対全部回ってもらった方がいいね、うん、ゆかりの地ならではって感じですね。そうそうそう、徳川家康って感じ、はい、うん、すごいかっこいい、色もね、かっこいい、はい、うん、うなぽんもいるしね。そうですね、ちゃんとね、可愛くいますね。ひょこりさんみたいな、ひょこりはんみたいな感じでいる。可愛い。可愛いですね。太鼓館もう徳川家康にゆかりがある。徳川家康に太鼓館はないと思う。ゆかりないですよね。太鼓館はないですよね。すごい心強い助っ人が現れました。はい、江戸時代の東海道ですね。を前坂と前坂宿と。新井宿と結ぶですね、渡船ルートのことですね、渡し船のルートのことを今切れ渡船というふうに言ってました。一里半って言って約6キロ、うん、こう海で川でね、離れてましたので、渡船ですよね、渡るルートがなかったんですよ、ね、ということです、はい、重要な交通ルートだったということですね。そうです、関所に行くまでの。そうですね、どうしてもね、ここを避けたいという方は、まあ、よく裏街道を含む姫街道を回ってたんですね、はい、すごい、こんなにスラスラ教えてくださればすごい、ありがとうございます。長田先生がちょっとアピールしていただいてもいいですか。このバッジは、解雇感でないともらえませんので、ぜひいらっしゃってください、はい、素敵、長田先生ありがとうございます。ありがとうございます、はい、渡辺くん、はい、もううなぽん尽くしの一日になりました ね、はい、そうですね、うん、お誕生日も祝って、はい、可愛かったね。可愛かったですね、うん、そしてこのうなぽんと家康ゆかりの地缶バッジラリー、こちらがなくなり次第終了ということなので、皆さんお早めにチャレンジしてみてください。早く、ね、ゲットしてほしいね、はい、この最後のやつも見てほしいよね。いち早く見てほしい、いち早く見てほしいよね。ありがとうさて、渡辺王子、渡辺くんとお届けしました。初回頑張りましたね。ありがとうございます、はい、皆さんこの缶バッジラリーもぜひ挑戦してみてください。では、じゃあ王子からさようならを、はい、一言、はい、皆さんさようなら。さようなら、ゆるい今週の知っとく週刊コサイ、いかがだったでしょうか。来週もお楽しみに。